この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりましたけど、やばけんです。今回もね、スマブラ SP やっていきたいかなと思います。SP だよな、合ってるよな。今回はね、ちょっと頑張ってリンクを使ってなんとか使い方慣れるまでやりたいかなと思います。はいまあ攻め手の攻めでコンピューに勝てなきゃ意味ないんで、ガチビはないのかな。当たりに行っちゃって、おおーおお、あ、タンかい。道具を頑張って使ってこ。わあ、爆めてができにくいこれでか。おお、今の良かったんじゃない？おお、動くね。超ジャンプよくやるね。これ本当にコンピ9レベルが？ちょ、見えねえ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 。あー惜しい。そう来るとは思ってたんだけどな。すごい動くね。ちょマジか。空中のフックもないんだもんね。いやー、どうだろう。うふっ、当たりにちゃった。あーおーち、ダメだなー。てか、なんかふさふさ感が増したな。なんかふさふさフォックスふさふさ触りたいわとりあえずずっと、とりあえず勝てるまでかな。なんか納得、なんかすんごいチャラ男が来たな。リンクよりも金髪やん。リンクは茶髪止まりでね、なんとかね、チャラ男まではいってないんだよ。イキイキお兄さんやんあー懐かしい。それ違う、逆。おお、え、あれこいつ9レベルだよな、大丈夫か。フォックスとエレ違い。おうおうおう、おー、メテオ入れるか。おお、あー無理か。ヒットも弱体化した？なんか遅い感じがする。
あ、こういうこったな。ほう。おっと。あ、え、ダメだ。これやっちゃうと上がれないんだ。なれないなぁ。おぉ。よいしょ。当たんねー。マジかよ。そりゃないぜ。おいしょ。爆弾がな。今掴むでしょ。ウェイ、バックアタックいいね。届かねえ。おお。ダメだ。あー、空中回避ない。なんか今回ね、対空時間がなんつうかな、緊急回避しちゃうと次にウェビーで上がれるボタンがね、ちょっと間が空いちゃうんだよね。なんだ、いろんな遊び、挑戦者の間が出現。ほう。なんか多分やっていけばそのうちいろいろガチ部屋とか出るんだろうね。ちょっとね、まだ。とりあえず、勝つまでここは動かないぞ。悲しいもん。多分ね、カズキとか、その他もろもろね、多分来ると思うんだけど、みんな言うと思うんだよね。変わりすぎって。今はマリオ白目向いてたけど大丈夫か？ちょっと今回マリオかっこよくなったよね。男になった、男、だいぶ男になった。ダメだ、集中するわ。爆弾がよくわからん。こっちに投げるとかもあるよ、お前。あ、これいけねえやつ。あー、あー、慣れないとな。コンピなんかやたら強くなった気がする。前もっと弱かった気がする。まあ俺が弱いんだろうな。言って。爆弾本当わからん。あー、チャンス。なんだかな。なるほど、矢で飛ばせんのか。工夫はいろいろありそうだね。うめえ今の。フックショットが欲しい。よう、ジャンプするな。なんか読まれてる感じする。
ウェイ。おい。いけるかな。あー、なんで読み切った。おっしゃー、やっとらー。てか集中しないと勝てない。あー、なんかこの画面初めてなんだけど悲しいなー。コンピュートガチで向き合ってやっとって感じだね。爆弾がね、多分ね、まあ、自分で起爆できるんで、まあ工夫だね。まあまあね、9レベルのマリオに勝てればまあまあ雑魚ではないかな。おっと、これはあれだね、動物の森のあれだね、人やな人やな、うん人。久々じゃないですか。またこれでボンミスで死にたくない。メテオのさ、ボンミスほどさ、あの恥ずかしいものはない。ちょっ、ちょっ、ほらためたら当たるかな。当たるんかーい。うん、なんかゲットした、村人。人。人ゲットした。なんや。じゃあ、なんか、ね、新しいのが増えたらしいんで、ちょっとそっち行ってみようかな。いやー、9レベルとガチでやってこれだもんな。悲しくなるよな。何が増えたんだっけ？いろんな遊びでいいのかな。これかトレーニング、ミーファイター、お、アミーボ、あ、あとこれか挑戦者の間、おーおーおお、あ、そういうこと。これさっきボンミスで負けちゃったやつ。あれ、ワンボールチャ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 ルあたんのかい、あたんのかい、あたんのかい、
あれ決めようと思ったのにな。トーケー 22.6 も食らっちまった俺。インクグリン、ん？インクリング。ほう、勝ち上がりランド。組み手、ちょっとアミーボ。アミーボどうやんの？アミーボ、ちょっと電気つけな。アミーボやっちゃう。アミーボ。いるんですよ、ボクチン。どうやってやるんだろう。アミーボ。なるほど、スティックね。アミーボをつなげるベツルフィギュア、はい、すぐに復帰する。少々お待ちください。はい、アミーボやりたい。体温コントローラーがつながっていません。あ、なんかダメなんだ。なるほどね。あ、片方を取るってこと？よくわかんねえから後でやるわ。でもアミーボ使えるってことだね。へえ。これはいいね。なるほど。じゃあちょっと最後にもう一回大乱闘で、大乱闘じゃねえ、タイマー張って終わりましょう。じゃあスプラトゥーン使ってみようかな。お、男になる。お、すげえ。これ多分人気でしょ、これ。これ、多分これ人気でしょ。あとこの男の子。あ、これも多分人気なんじゃないですかね。ギャルギャル。あ、学生かな、これは。この男はちょっとダッセーな。言っちゃ悪いけど。これ、オシャレさんじゃね？かっこいいね。これはちょっとオシャレの領域超えちゃってるかな。じゃあ、オシャレの領域を超えちゃってる、この子で。ギャルでいく。ちょっと相手9レベルだとあれなんで、9レベルでいきたいと思います。負ける気満々。操作わかんないからね。どうやってやるんだろう。ほうほうほう。すげえ、潜る。範囲がよくわからない。ほう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 。なんかよくわかんない。相手ペンギンところに入ると、あれか。遅くなる感じか？うわ。あれ？こいつ9レベルにしてやな。大丈夫だよな。超動き滑らか。ほうほう。おお。ちょっ。これはでも使い方慣れたら多分これ強いんじゃないですかね。お、なんか投げた。おお。よくわかんねえけど。爆弾どうやってやった？ほう。すげえ濡れる。濡れる。濡れる。なんかあのゾンビのやつであったな。名言。濡れる。痛い。まあ、勝とうとは思え、勝ちたいけど。あ、なんか、ペンキ溜まってる？あ、ちょ。よくわかんねえ。やっと一回だよ。ちょうど一気のさ。わおわお言ってんじゃないよ。これ B は何なんだ？ほうほうほう。あ、インク減ってくね。でもこれ相手だとちょっとやりづらいかも。なんか地面潜ったりするから、なんか見失いそう。ちょっと攻撃パターンが読みなさそう。
わ、入っちゃった。いやじゃあ、まあ、敵にしてみようかな。なんかね、スマブラやってるとね、実況やってることをたまに忘れちゃうんだよね。うん、たまに忘れてんのに喋ってるってことは、お前いつも独り言言ってんのかって言われるかもしれないけど、言ってません。大丈夫です、健康的です、普通です。はい、じゃあ次は男の子、ノーマルの男の子ってこれかな。じゃあこれでやってみたいと思います。本当の動きを見てみよう。でもキュールビーは本当の動きとは言えないな。いやー、9レベルで積むか、俺。やだな。お、なんだなんだ。おお。ウェーイ。あ、そうだ、フックショットはないんだった。おお、おお、危なっ。やりづれ、どういう動きするか分かんない。あ、ミスった。空中でやっちゃダメなんだよな。あ、そこで潜ってインク貯めれるんだ。何なんだろう、今のジャス狩りいいんだよね。あ、何やってんの。何かその書院って何。ジャスが、わお。またまずい。あぶねえ。わお、戻ってしまった。あお。おお、くそ。あ、これってアピールできるのかな。する暇ねえわ。よいしょ。あ、それ後ろ回ったんだね。あ、俺そっち。おほ、おお、やべ。あ、なめるな。うお、疲れてきた。どうだ、まだか。ああ、はあ。強いな、スプラトゥーンっていうのこれ。いやー、なんかな、昔ほどの PS が今出せない。これは一日中ずっとリンク使って親指に豆作るしかないな。悔しいな。いやー、これ多分身内に笑われ、うん、マルスかな。
それか僕かな。それはないね。マルスだね。そうだよね、マルスだね。盾持ってる分こっちが有利。いろいろ武器あるし。おうおう、懐かしい。フックショット欲しい。リング使いだったし絶対持ってるから。おっ、お前はこいつ多分急レビ。おお、びっくりした、びっくりした、俺が入ったのかと思った。こいつ急レビじゃないでしょ多分。負けそうになっちゃったよ。あー、なんかすごい顔可愛くなったなお前。なんかみんな整形してきた。あの中国行ってきた、中国。あ、中国じゃない、韓国だっけな。なんか整形の国。みんな街中みんなあれでしょ、同じ顔してるでしょ。素晴らしいよね。まあとりあえずね、今回はここら辺で終了したいかなと思います。あの特にねピカチュウがなんかすごい顔が可愛くなった。うん、なんかお腹プニプニしてあげたい。うん、というわけでね、ここら辺で終了してみましょう。次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。